米本明アキラは日本の指揮者、トラオーム祝祭還元楽団総監督、キャンディードアーツ代表、愛知県名古屋市生まれ、6歳でバイオリン、13歳でビオラを始める。小学校4年生の時に東海学園公共楽団の定期演奏会にて、チャイコフスキー、公共曲第5番を聴き、感銘を受ける。このことがきっかけで、東海中学校、 高等学校の受験を決意、オーケストラ部へ入部。オーケストラ部にて指揮者を務め、高校2年生で、チャイコフスキー、公共局第5番を自身で指揮する。同志社大学グローバル地域文化学部への進学後に、同志社公共学団に加入するが、練習参加を絶対視する雰囲気や表現よりも、音程を重視する練習に違和を感じ、約1年で休団した。 自身の望むオーケストラができないのならば、自分で作るしかないと考え、東海高校時代の友人と共に、トラオム祝祭還元楽団を設立した。総監督を務めるトラオム祝祭還元楽団では、メンデルスゾーンの夏の夜の夢全幕を劇不随音楽形式で企画し、演奏したことが好評を博す。続く、オールサンサーンスプログラムでも成功を収める。 2020年2月には、フンパーディンクのオペラ、ヘンゼルとグレーテルを、劇不随音楽形式で演奏し、高い評価を得る。また、ワールドシップオーケストラのインドネシアプロジェクトや、江上達也コントラバスコンサート、名古屋芸術大学非公式オーケストラなど、活動の幅を広げている。2018年には、ドイツのミュンヘンへ留学する。ダニエル・オッテンザマー、三好孝一、 吉田文、江上達也との共演経験がある。四季を三好孝一に指示。日独学友協会式講習事構成。2017年度同志社大学プロジェクト科目、クラシック音楽のコンサートを作ろう。を終了したメンバーによって立ち上げられた、学生によるボランティアの音楽事務所、キャンディードアーツの代表に就任し、クラシック音楽をもっと多くの人に聴いてもらうための、 活動を行っている。また、自身が、指揮者としてではなく、奏者として、演奏を行うこともある。コサックダンスが得意であるが、2019年に、追間版ヘルニアを患って、以来病態の悪化を防ぐために封印している。指揮者として、佐渡豊を尊敬している。佐渡が、芸術監督を務める兵庫、県立芸術文化センターでアルバイトをしていた。指揮のモットーは、 観客も演奏者も熱狂するような空気感を作りたい。市である三好光一の指揮者はホールにいる全員に感動してもらうために存在している。一緒に演奏するメンバーやお客さんの心を揺さぶることが指揮者の役割であるという教えに基づく。ありがとうございます。